わいい、かわいい、ホットチャンネル。おはようございます。今日の新上五島町です。今日はお父ちゃんもお母ちゃんも仕事が休みで、のんびり午前中はしました。そして昼の散歩中です。今日はまた潮が引いてるので砂浜の方を散歩したいと思います。これは一番潮が引いてます。さあ、ここから海に入りたいホット、海に入れたくないお父ちゃん、この二人の駆け引きが今から始まります。もっと入らんて。月を見て海に入ろうとするホットくん。さあ、いつもは来れない場所に来ました。おっと、ダメって。さあ、海に入りたいホット。お母ちゃんは向こうにいます。本当に綺麗な砂浜。夏になると特に最高です。また行くぞ。ここの砂浜は遠浅で子供も安心して遊べます。夏には家族連れでにぎわいます。ホットも楽しみやね。ホットおいで。ホットダメ。入りたくてギリギリで我慢するホッタくん。夏はいっぱい泳がせるけんね。イエーイ、ホット砂だらけ。向こうにはカイくんがいます。どんなに遊んでてもお母ちゃんを気にしてお母ちゃんの元へ走っていくホットくん、優しいね。青さとふのりがだいぶできてきました。青さもできてきたぞ。さあ、これからもっと青さができてきますよ。でシーズンはおばちゃまたちが青さ取りで大忙しです。さあ、少しでも海に入りたいホットくん、もう少し遊んでから帰ります。おっと、ダメって。ダメ。さあ、あとは帰ってお父ちゃんは風呂に入って飲んだくれます。さあ、散歩終わり。今日は小梅じゃなくて耳が待ってました。耳、はい、耳です。耳、よし。
さあ、今日も一日が終わります。やっぱり休日はこれで一日が終わります。ホット、ごめんごめん、父ちゃんにビールもらってきて。来たか。お、ありがとう。はい、ビールもらいました。ホットありがとう。よし、いただきます。カゴ持って行ってくれた、ありがとう。あれだけ砂浜で遊んだ後にも夕方、夜に雨が降ってきました。いやいやね、雨はね。明日の予報は雨です。で、ホット君は、俺のご飯はまだかまだかと待っております。ホットのご飯はこれからお母ちゃんが仏様にナムナムをして、その後にホットがご飯になります、ね、お母ちゃんが仏様に手を合わせた後がホットのご飯です。もうちょっと待っててな。ごめんホット、父ちゃんがご飯中だけね、ケージに入ってしまった。ホットまだよ、おいで、もうちょっと待って、おいで、もうちょっと待っちゃって。さあ、毎日朝と夜仏様に手を合わせてくれるお母ちゃん、ホットもずっと終わるまで付き合います。朝も夜もホットが子犬の頃からずっとこうやってそばにいて、終わるまでずっと待ってます。本当利口よね。で、お母ちゃんが撫でるのをやめると、で、ホットも全部覚えてて、もう終わりがけになると自分から立ち上がります。さあ、ホットくんは、はい、次は僕のご飯で、スタンバイ OK です。早く飯くれ状態のホットくん、まあ、出せ。さあ、昔でも拾い食いが広かったよね。急に収まったかな。石とか食べようないと。食べようった。何でも食べようったね。ある時よね、なんかね。うん、はい、食べ終わったぞ。ごちそうさまでした。はい、よし、はい、おりこ、ホットも食事が終わりました。お疲れさん。さあ、今日もホットはゆっくりしました。で、奥の箱には団子、団子もゆっくりしてます。で、その上には小梅、あとはゆっくりします。
ホットチャンネルでした。またねー。